上海ディズニーランドに行ったら、せっかくだから上海ディズニーらしいお土産を買いたくありませんか今回は、上海ディズニーらしさあふれるお土産を紹介します。まずはお土産の定番、キーホルダー。結婚式のイメージでしょうか。ミッキーとミニーが中華風の衣装を着ています。こちらは99元、約1980円。裏面はこんな感じ。2つセットなので、1人で持つのもいいですが、2人で分けて持つのもいいですね。 次は小さいので買いやすいしコレクションとしてもおすすめピンバッジをいくつか紹介します。まずはこちら。これも中国らしいデザインで豪華な感じがします。価格は69元約1380円。次はドナルド。中華風の服でカンフーをしているような様子です。こちらは49元約980円。そしてチップとデール。こちらも中華風の衣装がかわいい。くっついていないので自由に配置することができます。 価格はセットで79元、約1580円です。次もドナルド。乗り物に乗っています。あまり中華風なイメージはありませんが。こちらはトロンというアトラクションの売店で買いました。価格は49元、約980円。トロンはバイク型のコースターに乗るアトラクションで、このアトラクションがあるのは上海とフロリダだけ。なのでこのピンバッジも売っている場所が限られています。 トロンについては別の動画で紹介しようと思っていますが、絶叫マシン系が好きな方にはかなりおすすめです。次はピンバッジのセット。価格は139円、約2780円。上海ディズニーの特徴的な3箇所がモチーフになっていて、左から満月食布というレストラン、お城、海賊船です。お城についてはこの後別のお土産の紹介で詳しく説明します。 ピンバッジの裏はミッキー型で、これは日本でもおなじみなようです。次はこちら、パスポートウォレット。航空チケットのようなデザインで、パスポートや航空チケット、カードなどを収納することができます。価格は89元約1780円。裏面はこんな感じです。ここで気になったのは6と16という数字。何か意味がありそうと調べてみると、上海ディズニーの開園記念日でした。次はパスポート。 といっても園内のみで使えるマジックパスポート中国版とありますが英語版もありました価格はどちらも70元約1400円中身は自分のページや各エリアの説明のページキャラクターの解説などがあります残念ながら日本語には対応していませんが各エリアでスタンプが集められるページとその使い方が書いてありますイラストでなんとかわかりそうです続いてはこちら何かわかりますかこれは ノートです。3冊セットになっていてそれぞれ「ドナルド」「ミニー」「ミッキー」が漢字で書いてありますまさに上海ディズニーならでは「米ネズミ」「ミッキーマス」ってこう書くんですね価格は129円、約2580円3冊あるので1冊ずつプレゼントするのもいいかもしれませんちなみに中はこんな感じ3冊とも同じでした次はこれ立体金属モデル 先ほど少し出てきた「紀元童話城の組み立てセットです。上海ディズニーのシンボルでもあるこのお城。東京ディズニーランドのシンデレラ城は文字通りシンデレラのお城ですが、このお城は「エンチャッテッド・ストーリー・ブック・キャッスル」といって特定の物語に出てくるお城ではなく、すべてのディズニー・プリンセスが集まる魔法のお城だそうです。中国語ですが、裏面に組み立て方が書いてあります。接着剤ななどを使わなくてもいいようです。 価格は219元、約4380円。少し高価ですが、うまくできれば素敵なインテリアになりそうです。最後はこれ。上海ディズニー100周年記念コレクタブルカード。こちらは中国版です。一箱50元、約1000円で、一箱に4枚入りの袋が5袋、全部で20枚のカードが入っています。こちらは先ほどまでのお土産と違って、東方民事島近くにあるディズニーストアで購入しました。買うときに、 返品や交換ができないこと、カードにかぶりがあるかもしれないことなど、中国語や英語で説明されました。こういったカードは何が出るかお楽しみなところが楽しみでもありますが、お店の方も説明する決まりになっているんでしょうね。というわけで今回は、上海ディズニーらしさあふれるお土産を紹介しました。お店の行き方やお得な情報をまとめた動画も配信するので、高評価、チャンネル登録をお願いします。それでは皆さんの旅のお供に、D ラボチャンネルでした。